こんにちは、ロピアに行ってきました。今回は大試食会が11時からあるということで、それに合わせて行ってきました。思ったように良かったですね。ピザももう焼きたてのピザが2切れ入ってましたし、ホタテとブリとサーモンの握り、これも美味しかったですね。とチーズケーキも結構大きめのチーズケーキでしたね。あとウインナーもいただきましたね。あとイチゴとかの果物もあったようです。また次回あるようだったら行ってみたいです。1点目はベルギーワッフル冷凍です。399円、10個入って399円、かなりお安いですね。カロリーは 238g ということで、1つあたりですね。まあでも甘いんですけど、このぐらいでしたらね、許容範囲かなと思います。今日のおやつ用に何個か常温に戻しておきます。あとは冷凍保存しておきます。ごまさば390円、綺麗だったので買ってみました。魚はやっぱ鮮度が大事だと思いますんでね、その日のうちにいつも食べるんですけども、塩焼きにしていただきました。もう定番になりつつあるとかなっておりますね。若鶏の膝軟骨 100g あたり118円で2パック買いました。定番になりつつあるハツ 100g あたり118円、 250g 入って295円でした。広告の品源牛切り落とし 100g あたり278円、 397g 入って1103円でした。国産牛でこれだけのお値段だとちょっと硬いの多いんですけども、柔らかくて美味しいお肉でした。国産豚ひき肉 100g あたり78円、もういつも変わらずこのお安い値段でとってもありがたいです。しかも安いんですが味がしっかりとして美味しいお肉です。国産豚切り落とし 100g あたり89円、三元豚です。とてもお安いんで助かりますね。もうこういった切り落としの豚肉はメインにもなりますし、副菜にもなりますんで必ず常備していますね。国産若鶏胸肉 100g あたり55円、はい、たっぷりのお肉とお魚買いだめしましたので食材に困らないかなと思います。育ち盛りの子供がいるとやはり大容量のパックは我が家はありがたいですね。子供が3人いらっしゃる方に聞いてみると、その家でももう小さいパックだと5パックぐらい買ってるって言ってましたね。小さいパックなんか一人用やってね言ってましたね。で胸肉はその日のうちに鶏ハム用とあと冷凍保存用に分けますね。冷凍保存用はラップにくるんで、あとジップロックに入れて冷凍します。トルハムにしておくと何日か持ちますしね、やっぱりタンパク質がたっぷり取れますんで、一番簡単な方法でしかも美味しい方法でいつも作ってますね。豚ひき肉はお野菜に挟んでいきたいと思います。大容量なので半分は冷凍保存しておきます。いろんな料理に使いやすいように小分けにしてラップにくるんでジップロックに入れて冷凍保存します。先ほど入れました鶏胸肉と一緒に入れておきます。空気をしっかりと抜きます。鶏ハムを作っています。沸騰したお湯に胸肉を入れるだけです。再沸騰してから2分間そのまま沸騰させておきます。2分経つと火を止めて蓋を閉めて、あとは冷めるまでそのまま余熱でじっくりと中まで火を通します。豚ひき肉をレンコンと大根で挟んでいきます。ひき肉のレパートリーが私は少ないんですよね。ひき肉といえば餃子か、あと麻婆豆腐で、あとこんな風に挟んだり、まあハンバーグですね、ミントボール、あとはミンチに味付けをした上にマッシュポテトを乗せてチーズをたっぷりと振りかけて焼く料理ですね。皆さんも何かおすすめあったら教えていただけると嬉しいです。塩コショウで味付けをしています。で片栗粉をバットに広げて肉ダネを挟んでいきます。で片栗粉を振りかけていきます。
とはもう油を引いて焼くだけですね。大根が入らなかったのでカットしてますね。お酒とみりんと醤油で味付けします。一手間かかるんですけども、お野菜とひき肉を一緒に食べるお料理好きですね。ピーマンの肉詰めなんか大好きですね。中まで火が通ると完成です。我が家の定番です。酪農牛乳2本でお安いんでね。あとは卵も安くなってましたね。お豆腐とこんにゃくと豆サラー豆腐、男前豆腐ですね。こちらもね、朝食なんかに便利なんで時々購入します。生味噌、こちらロピアさんですね。ベーコンスライス 500g 入って599円。ベーコンは朝食やお弁当に大活躍しています。野菜と果物です。人参大容量、春キャベツ、かぼちゃ、種がぎっしり詰まっていて色もとても綺麗です。レンコン、さつまいも、えのきだけ、大根、牛脂、玉ねぎ、じゃがいも、春菊、かぶら。お勤め品と思えないぐらいまだまだみずみずしかったのでお買い得でした。バナナ、ニンニク、今回もたくさんのお野菜購入しました。レーズンのもの、常温のものと分けていますね。この菜類は紙袋に入れました。暖房のあまり当たらない廊下に置いておきます。たくさんの野菜たちは豚肉を使って豚汁作りました。ベーコンは野菜巻きにしましたね。えのきも巻きました。タイチクは69円。節分の福豆99円。早いですね、もう節分ですね。コーヒー鑑定、丸山コーヒーのコーヒー鑑定、うどん揚げ110円、醤油299円、ごまドレッシング金ごま入り299円。コーヒー鑑定いただきます。丸山コーヒーのコーヒー豆というかコーヒーの粉、ロピアに置いておりますね。シンプルな材料ですね。今回初めて見かけました。もうとにかくコーヒーには目がないんでね、いただきます。甘くて美味しいです。苦味があってコクもありますね。すごく深い味で美味しかったです。購入品は以上なんですけども、この後ですね、ちょっとお料理作りますので、そちらもよろしければご覧になってください。今回は胸肉を使って簡単なチキンナゲットを作りたいと思います。解凍した胸肉を使います。安丸だしと小麦粉と砂糖とマヨネーズとお酒とパン粉を使います。胸肉をみじん切りにして、パン粉以外の材料を混ぜて、あと最後にパン粉をまぶして焼くだけなので、とっても簡単です。まずは胸肉を叩きます。そうしましたら細かくカットしていきます。格子状にカットしますね。で、皮は使いませんのでこのタイミングで外します。もう少し細かく切っていきます。あっという間にね、簡単にみじん切りできます。もう大きくても構いませんのでね、好みの大きさにカットしてください。材料入れていきます。安丸だし1パック分全部入れます。砂糖小さじ2杯、マヨネーズは適量ですね。まあ、私はぐるぐるっと3つぐらい円を描くぐらい、いつもだいたい入れますね。とお酒も大さじ1杯分ぐらいです。胸肉は2枚分、2個分ですね、使っています。では揉み込みます。
混ぜましたら次は小麦粉を大さじ3杯入れます。ちょっとね4杯分に見えるんですけど引っかかってたんでね3杯です。そしてパン粉の半量をこう下に引いておきます。で肉ダネをスプーンを使って入れます。もちろん手でね軽く丸めてね入れても綺麗ですけどね、手がまあ汚れたくないんで私はもうこんな風にスプーンで簡単にしますね。でバットに並べます。残りのパン粉を全体にまぶします。まぶしましたらスプーンなどでね簡単にギュギュギュッとこう押さえつけるようにして形を作ります。もちろんね手で丸めてもいいです。昔はよく豆腐を混ぜていたんですね。でももうやっぱり子供ってがっつり食べたいんですよね。私はあの豆腐を混ぜた方が柔らかいですしあっさりと食べられるんですけどね。あとは焼くだけです。もちろん揚げてもいいです。少し多めの油で焼きます。両面 4,5 分ですね。揚げた場合はもう6分ほどで揚げますけども、もう油をねできるだけ少なくと思いまして焼いています。まあね、油はねいい油を使うんだったら油がたくさん取っていいんですけども、揚げることによってね食材の成分が変わってしまうんでね、やっぱそれは体に良くないものに変わりますんでね、できるだけ焼いてと思います。完成です。周りはサクサクしてあります。中も柔らかくてとっても美味しいです。今回使いました安丸だしさん、概要欄にお得なクーポン等を載せてますので、よろしければご覧になってください。翌朝娘のお弁当にも入れました。最後までご視聴ありがとうございました。